久しぶり、元気でした。うつす絆の NHK でね、大河ドラマになってる真田丸、偶然真田丸っていう作品いただいて、ちょうどもうNHK の放送始まってたんですけどね、それでも詩を見てたらどうも女目線の詩にちょっと感じれたん で女のをつけたらいかがでしょうっていうんで、それで女の真田丸に決定しました。三拍子ですからね、あんまりこう強くこうリズムに合わせて強く歌っちゃうと、まあ下手するとなんていうか軍歌みたいな感じになっちゃうとまたこれも困りますので、で詩もなかなかこう懐かしいというか古風というか古いやっぱりいろんな言葉がちょっと分かりにくい言葉なんかも出てきたりするんですけど、それもやっぱり勉強のうちですからね、私も意味が分かんない時は人に聞いたり、そして本を見たりして勉強してますからね、やっぱり詩を理解して歌っていただいた方がいいと思いますので、ぜひ皆さんも詩の方をよく理解して、女本当に夫を支える女性に、強い女性になったつもりでぜひ歌ってください。お願いします。ついこの前仕事から帰っても食事したら夜中だったんですね。電気もつけないで大丈夫、自分のベッドだから大丈夫だと思ってスーッと歩いて行ったらテレビのコードにくるくるっとこう巻きついてしまったんですね。足にくる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 こう回ってたらどん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 その輪っかが足にくるまってきて、こうピッとこう足を上げた途端にダターンとひっくり返ってしまったんですね。病院に連れてってもらったらポッキリ骨折ですって言われて、腰の骨ですから歌うのってやっぱり足腰で歌いますでしょ。だからもうえらい痛い思いをしまして、まだちょっと痛いんですけども、 なんとか耐え忍んで頑張っております。早く元気になりたいのですが、なかなか思い通りにはいきません。一番の薬は舞台で歌うことです。思いっきり歌って皆様に元気をあげたいのですが、私の場合皆様から元気をいただいています。いつか皆様に元気をあげれるように頑張ります。よろしくお願いします。三笠優子。一日も早く元気になりたいと、それがもう一番の願いです。そして新曲女の真田丸、これ私もキャンペーンをやりながらテレビの NHK の番組の方もねずっと話が進行していきますのでね、それをこう比べながらまた歌も聴いていただいたり、テレビも見ていただいたり、 NHK と一緒にしたらちょっと恐れ多いんですけれどもね、私もまだまだこれ歌の場合は今の放送の段階まで行ってませんけど、だんだんこの放送に近づく3番までのねこれが近づくようになってますので、ぜひ皆さん女の真田丸応援してください。私も頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。